海道じゃん。はい、どうも、来た。海道でございます。変な魚おじさんです。で、一回、お魚のさばきバトルはい。まあ以前ね、てかちゃんでちょっと話したんですけども、うん、どっちが魚さばくのがうまいのかじゃないですけども、うん、やるんだ。普通の魚持ってきても、多分あんたはね、うん、こなしやがるで、こなさへんっちゅうの。ちょっと今日は、トリッキーなやつ持ってきてます。ということで、本日の食材がこちら。八角っていうことでね、それではこちらをさばいていく。はい、ということでまな板に移動しました。はい、この魚初めて見た。初めて、もうドキドキ。これ正式名称何か知ってます？知ってますよ。何ですか？トクビレ。正解です。はい、正式名称トクビレって言うんですけど、こうヒレがすごく大きいんですよ。ヒレが大きいのはオスでしたっけ？オス。でもね、これ全部今日オスだね。全部オスだね。オスの方がうまいでね。オスの方がうまいんだ。うまいって話、俺食べたことないんだよね。うん、そうだね。硬い鱗に覆われてるんですよ。しかもこのシャープな魚体、このチョウザメみたいな顔、こういうヒゲも生えて、また特殊なお魚ですわ。今日はこの特ビレを一匹ずつさばいて、この同じお皿、まあ模様はちょっと違うんですけど、ここにお刺身を作ります。作るの。でどっちの方が仕上がりが上手か。あしらえも同じもの用意しました。海藻とね、すだち、きゅうり、赤大根、みょうが、きく、大葉2枚、同じ条件でやります。ちなみにこのあしらえは全部使わなくていいです。全部使わなくて、むしろここも使わなくても、OK、ああ、あるじゃん、あるじゃん。これだけのものが一応使えますよっていう。あ、使えますってことね。それだけです。ああ、そういうことね。はい、わかりました。じゃあ先攻後攻じゃんけんしましょう。じゃんけんな。最初はグーじゃんけん。はい、後攻で。後攻で先攻後攻でいきます。先攻ね。まあ、大体時間は15分ぐらいでお願いします。わかりました。尺的に今から変な魚おじさんのターンです。はい、じゃあやっていきます。お願いします。はい、ちょっとまずこれ、はい、頭を落とすね。まあ頭落としますよね。ここからね。あって、結構硬いな。よし、マスターね。はい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 。これどこかもん、ここか。あ、ここだな。あ、白子が入ったわ、白子。うん、あ、オスですね、やっぱり。だったね、白子です。白子。頭はこんな感じ、ね、頭はそんな感じ、はい、一回洗えたら一回ちょっとあります。やっぱそこで洗えますって言葉が出るのはやっぱさすがだと思います。そうね、洗わんとね、こんな汚いじゃん。汚いです、ね、めちゃめちゃ大事ですもんね、その洗えて洗うっていう工程は、ね、これ、はい、今から3枚下ろすんだけど、はい、前見とったらね、ここうわー一緒だ、俺とやり方あっただろ、こう取られたんだよね。そこと後ろやるんだよね、ここね。うん、ここをまずね、ここだな。そう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 、俺は当然あれだけど、こんな感じ。僕もちょっと見たんですけど、そうでした。合っとる？合ってます。正解か。ちょっとここら分からんの、ここら辺だな。よし、これいい、こんな感じ。おお、見せてください、それで。こういう感じに背びれも腹びれもこういうふうに取れましたと。で、この皮をね、剥くんだけど、ここでビリビリビリっと、ちょっとね。おお、僕もそのやり方でやろうとしました。いや、それが正解じゃないですか、むしろ。ね、背がだって痛いもんね、これ。うん、こういう感じ。はい、綺麗にめくれました。はい、綺麗にめくれましたと。で、これ3枚におろしていくよ。いい、はい、ここからね、お願いします。はい、されます。あ、油乗っとるじゃん。乗ってますね。めちゃめちゃテカテカよ、これ。うん、すごいな。はい、そしたら3枚におろせて中骨も取れましたね。そしたらこれ用意しましたね、セットを。これで作っててください。わかりました。僕はもう退出します。で、視聴者さんもこれは最後に見れるということで、僕は見ません。そりやってるんでね。はい、はい、わかりました。お願いします。はい、さあ次は僕の番ということで、僕もね、サビナイフでやろう。フェアにいきたいと思います。まずは頭を落とすと。これは変わんないですよね。内臓を割らないように落として、そしたら血合いもきれいに取れましたら、ここがね、すごく硬いんですよね。これを取っていきます。これあれで見た、あのネットで調べてます。これネットで調べましょう。俺昔調べたね、これ。余裕あんた。じゃあ本当だって。わあ、あんた、俺がこれやります企画を説明したときに見たんでしょ。言うなってバレるだろう、お前。でもこれ知っとったよ。本当に。本当にこれ知っとった。これ興味あったんだって。うん、でも入らんもんね、こっち。入らん。一回食べてみてえな。これ一つ夢が叶ったよ。本当よかったね。よかった。はい、このようにこっちもこっちも取れましたら、皮を剥いていきます。せーの、よいしょ。本当はちょっと尻尾残っちゃう。残るだろそれ。残ってはまあどうせね、あの包丁でおろすんで。かなりこれ痛えな。痛えだろう。税後みたいな感じ。はい、いきまーす。はい、このようにできましたと。すごく綺麗にさばける魚ですね、八角っていうのは。そしたらこれを大名おろし。おろしやすい、この魚。はいしょ。
これもなんか水門とかにしたら美味しいだろうな。すごい油出そうだね。あるな、うん、これうまそう。これはうまそうだわ。そしたら腹骨をすいていきます。こっち側も腹骨をすいていきます。そうしたらここにね、骨があるんですよね。骨を取って、でこの血合い骨もあるんで、この血合い骨もこれ割っちゃいます。こういうふうに、まあピンセットとかで抜いてもいいと思うんですけど、今日確実に割って取っていきます。はい、このようにできました。そしたらこちらを切って盛り付けていく。はい、じゃあ完成。完成ということで、僕のはこういう風に出来上がりました。おー、あんたもね、大人げねえよ、本気で。何やった、貴様。いやいや、日向真央ちゃんの作品も。俺の作品。皆さんめっちゃ気になってるので。俺もね、俺、ドキドキするわ、本当に。いいか？いくぞ。どうぞ。はい、どうぞ。おー。これが、変な魚おじさん作の八角のお刺身。お、盛り合わせ。全部使ったんですね。全部使った。あ、こうやって、きゅうりをこう、くぼまして、わさび入れにしたんですね。きゅうりくるくると剥くの。くるくる剥いて。一週半ぐらい剥くの。はー。わさび受け。なるほどね。そう。で、これ、ハラミの方はこうやって筋入れて。そうそう。なんとなく綺麗じゃん。なんとなくね。なんとなくね。綺麗です。ありがとうございます。で、これで、どういう風に審査してもらうか考えたんですけど、今ツイッターかなと。ああ。何にも言わずに、この刺身、二つどっちが食べたいっていう風につぶやいて、で、アンケート形式にします。そうだね。で、5分間ぐらい、アンケートを取って、多い方が勝ちでいいんじゃないですか。そうですね。罰ゲームなんですけど、何？負けた方、坊主。バカか、お前。バカか。お前せっかく決めてきたのに、お前。負けた方は、うん、じゃあ、そうですね。水色にしましょう。やだって、やだって。名物おじさんになっちゃうじゃん。名物おじさんです。いや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 、もう名物おじさんです。いやいやいや、本当に。広場の。ね。罰ゲームはなしでな。なしでな。平和に行きましょう。平和に行こう。じゃあちょっと早速ツイッターにつぶやいて、はい、アンケート結果見ていきたいと思います。はい、わかりました。ドキドキするな。アンケート結果出たら食べましょうね。食べましょう。はい。はい。最終結果ですね。2696票いただきまして、うん、右、僕ですね。はい、66%。はい、左、34% で、私の勝ちでございます。はい、おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。罰ゲームなってよかった、本当に。本当に。違う違う違う。本当にね、青色になるとこだったって。あぶんねえ、あぶんねえ。あ、僅差でしたね。僅差じゃねえし。お前、お世辞にもそんなこと言うなって。僅差じゃねえだろ、お前。味が気になるじゃない。そう、食べろ。めちゃめちゃ味が気になる、俺も。まあ、食べろ。食べましょう。食べろ。本当に、焼け酒だな。よっしゃ、食べていきましょう。この辺をね、4枚ぐらいね、こうやって持って、これいきます。そうだな。よし、いただきます。ちょっとつけてね。せーの、はい。これ油すごいな。マジうまい。これうまい、これ。すごい油だ、これマジで。おもんじ。何これ。なんて言ってんのこれ。これめちゃくちゃうまいわ。しつこすぎないね、でもほんで。おお。結構これ俺も太いもん、弾力あるよ。俺も食ってみよう。いや、うん、弾力うまい。こっちはこっちは。薄いやつな。ちょっと。あ、これはあれだね、肩ないな、この魚。肩ねえもんで、俺ちょっと太したんだ。これ、コロッと切った方がうめえかもしれない。な、薄いのは薄いのでええんだけどな。いい勝負でしたね。いい勝負じゃねえって、お前。お前、どこがいい勝負だ、お前。まあまあまあ、ということで。ということね。今日はこちらの、はい、八角のお刺身が来ましたら、お飲み物、こちらでやっていきたいと思います。せーの、でん銀色です。俺も今日銀色だよ。ノンアルコールで。ノンアルコール。車なんでね。ね。本当はね、酔いてい気分だけどね。おぉ。なるほど。本当に酔いてい気分だ。ね、うめえぞ、これは。本当に。うわ、うまそうに作るね、あんたも音立てて。ね、そういうふうに。そうよっしゃー。はい、こちら。よっしゃー。お、前ね。いいだろう。こっちは7対3ですね。6対4です。いただきます。いただきます。乾杯。うまい、うめえ、うめえ、酔えんわこれだと。これ酔えん、酔えん。ノンアルですね。ほんと酔えん。ほんとうまいな、うん、でもな、でもゆっくりいく。うまっ、ほんとゆっくり食べていくよ。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ということで、今日はね、変な魚おじさんと、ごめん、ちょっと珍しいお魚を使って、お魚のさばきバトルですか、やってみましたけども、ね、圧勝でしたね。うん、本当にね、腹立つ。もうね、こうなるとね、寝れんな、夜。本当に寝てください、しっかり。本当寝不足になっちゃうわ。まあ、またね、こういう企画やっていきたいなとやってきてるの思ってます。まあ、今回は、今回はでも多少僕は有利だったのかなって思います。今度あんたをね、寝れんくしたりたいんで。僕はあの負けてももう爆睡しますね。あ、そうだな、あんたな。1日12時間寝るんで。そうだな。平野さん、おみさんとお魚さんのバトルでした。はい、ということで、今日もご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。バイバイ。